どうもこんにちは、ライラと申します。今回から飛脚のノエル、こちらの作品を遊んでいこうと思います。よろしくお願いいたします。まあホラーゲームですよねもう定番ですよね。こちらの作品はですね、以前実況しました心霊写真使いルイカ死人岬の呪いという作品と同じ作者様の作品となりますので非常に楽しみです。では早速遊んでいきましょうか。ゲームパッドがね対応してなかったんですよねなのでちょっと設定の方をね先に済ませておきました。おそらく大丈夫です。パッドでやりますよ。会場らしき場所から始まりましたね。それでは今年度のラプラスピアノコンクール最優秀奏者の発表に移りたいと思います。ピアノコンクールか。ノエル、まあ、タイトルにもありましたよね。この子が主人公的な感じなのかな。いかにもお嬢様って感じが漂ってるけど、皆様もご存知の通り、このコンクールの最優秀奏者は市の記念式典にてピアノを弾くことができます。清く美しい音楽には大麻の力があるとされ、ラプラスの街をまた1年間災いから守ってくれることでしょう。大麻の力か。そんな決まり文句は後にしてくださいまし。こちらはもう待ちくたびれましたわ。ジリアン、かわいいねこの子。そんなにソワソワしなくても結果は逃げないよノエル。ジリアン、あなたは相変わらずお気楽で羨ましいですわね。名門の霊嬢ノエル・チェルクエッティ、いいですね。カットインがかっこいいよ記念式典でピアノを演奏すること、それはここラプラスに住む若い奏者にとっての最高の名誉であり目標であり憧れ。そして父母にプロのピアニストを抱える私ノエル・チェルクエッティにとってそれは義務。そうか、勝って当然のように思われてしまってるってことか。本人も多分思っちゃってるのかな。でも不安はなかった。なぜなら今日までの練習の日々も今日の演奏も他の奏者とはレベルの違う完璧なものだったから。自信があるんだね。今年度の最優秀奏者、そして栄誉ある式典奏者に選ばれたのは、そう、今の私がそわそわしているのは別に結果発表を心待ちにしているからじゃない。式典奏者へのインタビューで何を喋ろうか、それをあれこれ考えているからだった。だから、ジリアン・リットナーさんです。おめでとうございます。ノエルちゃんの名前じゃなかったね。本当に？それは何かの間違いだと思った。多分ジリアンはジリアンでびっくりしてたんじゃないかなって思うんですが、おそらく話を聞いていく感じでしょうか。聞いていきましょうか。どうもどうも。最近大きな海運会社の支社がこのラプラスにできたんだ。そうなんですね。これを皮切りに大企業が流れ込んできたら、さすがの古き良きラプラスも変わらざるを得ないかもしれんな。古き良きって言葉結構好きだからな個人的に好きなので、なんか守っていただきたい気持ちも山々ですが、まあ、新しくなっていく必要もありますからね。バローズ師匠忙しいだろうに、こういう催しには必ず参加するんだ。しっかりしてますね。伝統の芸術や文化を大切にできる人はいい人だと思うね、わしは。
どうもどうも。今年のコンクールもハイレベルだったわね。ピアノはラプラスの伝統だもの。みんなこの日のためにたくさん練習しているのでしょうね。でしょうなぁ。ラプラスは小さくて古い詩だ。本来ならとっくに古株のマフィアたちに食い荒らされていただろう。それを巧みなハンドルさばきで復興させたのがバローズ少佐。まだ30歳ちょっとなのにまさに天才ってやつだな。なるほど、バローズ氏をすげえというわけですね。どうもどうも。審査、途中で大きな変更があったらしい。表彰式が遅れたのもそのせいかね。変更があったんだ。ちょっと気になりますね。気を落とすことはないよ、君。私は君の演奏が一番だと思っていたくらいだ。まあ、ノエルちゃんのことをね、こうやって見てくれている人もいるというわけですから。最近市街地に爆弾魔が出るらしいですね。もっとも上層区に住む私には関係ないですし、バローズ師匠ならすぐにどうにかしてくれるでしょうかね。爆弾魔か、物騒ですな。ただいま悪魔撲滅キャンペーン実施中です。悪魔撲滅キャンペーンって何？もし悪魔の召喚方法を知ってしまっても絶対に関わらないでくださいね。わー、これ関わるやつだ。一時の欲望があなたの人生を台無しにします。完全にフラグじゃないですか。ジリアンと多分横にいるのがバローズ師匠だと思いますので、最後に話しかけましょうか。優勝はジリアンだってよ。ちょっと予想と違ったわ。私はノエルの演奏が一番良かったと思ったんだけど。まあ最初は俺もそう思ってたけど、バローズ師匠も選考に関わってるんだし間違いないだろう。それもそうね、師匠が言うんだからきっとちゃんとした評価基準があるんでしょうね。なるほど。ただ大きな変更があったみたいな情報も得てますよね。そこはそこで気になっている点ではありますが、まあどちらに話しかけても同じ感じかな。じゃあ、あ、どうしようかな。これ先にこっちがいいかな。いや、一緒かな。一緒だったら俺はジリアンに話しかけたいな。いえ、僕なんてそんな、家柄だって大したことないし。あれ、はてなはてなはてなだ。ジリアン君は確か市街地の出身だったかな。確かに音楽を志す者に金持ちも多いが、それは演奏そのものとは関係のないことだ。もっと自分のピアノに自信を持つといい。まあそれはそうですよね。イメージ的にはそうであるけども。ああ、ノエル、ご友人か。ならば私は席を外すとしようか。ああ、斜め移動した。スライドしてった感じがしたけど、受賞おめでとう、ジリアン。いい演奏でしたわ。ありがとう。さっきお母さんに電話したら、お祝いにケーキ焼くなんて言い出しちゃって。いやー、いいお母さんだね。なるほどね。努力家なんだ。でも、本当に僕なんかでいいのかな。みんな、とってもいい演奏だったと思うし、僕はてっきりノエルが選ばれるとばかり思ってたよ。ほら、ピアノ教室でもノエルは一人だけレベルが違ってたじゃない。おまけにご両親もプロだし、ノエルのことを密かに目標にしてたんだよ。僕なんて教室の中で一番家も貧乏だし、こういう場所での食事のマナーもよくわからないし。だからこうして式典奏者に選ばれたのもきっとノエルとの練習の日々が、だから、え？わあ。だから今どんな気持ちだと笑いたいんでしょ？それは違うんじゃないかな。心から思ってそうだけどね、ジリアン。チェルクエッティの娘が無様な姿を晒す今、それを見て優越感に浸りたいんでしょ？
ちょっとノエル、僕は何もそんなつもりで言ったんじゃ。失礼しますわ。わあ。まあ、プライドがね、許せなかったところもあるんだろうね。ノエルちゃん自身の。最低だ。と自分でも分かっていた。ジリアンはいつも私よりピアノが下手で、私の後ろにいて、そして私の演奏を褒めてくれた。いい子じゃん。いい子じゃないか。ジリアン。お互いがライバルである。張り詰めたピアノ教室において、たった一人と言ってもいい友と呼べる存在だった。それなのに、私は式典奏者に選ばれなかったやるせなさと嫉妬を彼女にぶつけた。ジリアンはいつも私の演奏を素敵だと言ってくれたのに、いざ立場が逆になったら私は、こんなのはただの八つ当たりじゃないか。びっくりした 今建物がね、ニョキニョキニョキって生えてきたんかなって思っちゃった そんなわけないよね。でも仕方ないじゃない。こんな結果を残して明日からどんな顔でピアノを弾けば。私はどんな顔でチェルクエッティを名乗れば。全然いいんじゃないかな、名乗っても。やあ、お嬢さん。先ほどの、あなたは、ああ、やっぱり、師匠で会ってたか、バローズ師匠？邪魔してすまない。だが、ホールを出ていく君のことが気になってね。ラッセル・バローズか？ノエル・チェルクエッティ君。私は演奏家ではないが、君の気持ち、わからなくもない。亀への誇りや友との競争心、抱えるものは軽くはないだろうね。いやー、絶対軽くはないだろうな。そういう環境で育ってるもんね、きっとノエルちゃんは。結果を悔しいと思うかい？もちろんですわ。私はあの子に負けたくなかったし、式典奏者にもなりたかった。まあ、悔しくなかったら言わないよね。ジリアン君とはだいぶ親しいのかい？ピアノ教室で知り合ってから随分経ちますから。なるほど。ライバルであり、親友というわけだ。悔しいのはなおさらだろうね。だが、君の演奏もジリアン君に負けないくらい評価を集めていたようだよ。今年はダメでも来年の式典奏者にならなれるんじゃないかな。そうだよ。次頑張ろう。そんなものに意味はありませんわ。私が欲しかったのは誰よりも、もちろんジリアンよりもすごいという証、それだけですの。そうか。今、勝ちたいんだろうね、ヌールちゃんは。2番目にすごかろうと評価されようと、今1番でないのなら意味がありませんわ。もう同じこと言いましたね。だって私は常にいつも1番でなければならないんですもの。そうやって生きてきたんですもの。だろうな。そうか。ノエルちゃんはノエルちゃんで、でも辛いよね、これって。失礼しますわ。もしも本当に諦めきれないのならば、え？今年の式典奏者の座を心の底から欲しいと思うのならば、何が何でもジリアン君の先を歩みたいのならば、今夜午前2時、一人で港のそばの廃ビルに来るといい。絶対怪しいやつなんだけど、それ。赤い文字だし。
赤い文字だしっていう、なんかすごい偏見を言ってしまいましたが、一体どういうことですの？実は今年のコンクールではとある理由でその順位に大きな変更があったんだが、言ってましたね。いや、ここから先は君が来れたら教えてあげよう。本当に知りたいかどうか一人でよく考えてみてくれたまえ。だがひょっとしたら今夜君の人生が大きく変わるかもしれないよ。私の人生が？え、これ今のノエルちゃんだったら言ってしまいそうな感じがするんですが、どうなんでしょうか。順位の大きな変更？しかもそれを知ることで私の人生が？もしそれが真夜中の廃ビルなんて場所でしか話せない内容なんだとしたら、絶対怪しいよね。何か訳ありなんだろうな。それはつまりひょっとして、もしかすると本当はジリアンではなく私が？そう考えてしまうのは都合が良すぎる？後ろ暗い何かを感じながら、しかし同時に何かに期待しながら、消灯時刻の後もベッドの中で息を殺し時間を待った。気になっちゃうよなぁ、あんなこと言われると。そろそろ時間ですわね。師匠に会いに行くならこっそりとお屋敷を抜け出さなくては。おお、ミッション。ミッションとは、右上に表示されているミッションとは、いわゆる目標を指すノエルが今達成すべき行動のことだ。わあ、優しいですね。セーブ丸って書いてある。セーブができるかどうかも一発でわかりますと。なるほどなるほど、ありがとうございます。いつもならとっくに寝ている時間だ。もし再びベッドに入れば3分も経たずに眠ってしまうだろう。じゃあ今入っちゃえば行かずに済むということだと思うんですが、さすがにそううまくはいきませんよね。あまり使ってないか。欲しいよ。なんかそれなりにいいやつ使ってそう。今日はまだパジャマに着替えていないのでこのまま出かけられる。こんな時間に外に出るのは初めてですわ。こんなことして本当にいいのかしら。まあ危ないよね。読書は嫌いではないが、その時間があるならピアノを弾きたい。流行りの漫画も読まずにピアノの練習をしてきたはずなのに、なんで。なるほど、もう環境もしっかりしているというわけですね。小物入れだ。悪魔の召喚、契約は法律で禁じられています。あなただけの人生、人としての生活を。なんかもう、悪魔フラグすごいんだけど。廊下。暗い。でも、電気をつけたらお母様たちにバレてしまうかも。明かりになりそうなもの。なるほど、なるほど。あ、明かりを入手せよ。変わりましたね。ここじゃないかな。すごい、すごいあっさりと見つけてしまいましたが、まあまあここですよね、おそらく。 OK、 懐中電灯。これでこっそりとお屋敷を出られますわね。行きましょう。おー、クリアボーナス。え、何 P って。難しいミッションはスマートに達成すると追加ボーナスももらえるようだ。おー、頑張りたい。頑張って集めておくと何かに使えるかもしれない。頑張ろう。頑張れる範囲で頑張ろう。物音を立てるべきではないですわね。そうだね。怖くなんてありませんわ。寝室ですわ。わざわざ近づく必要もありませんわね。階段ですわ。これは素直に外に出るしかないのかな。出ましょうか。うわ、なんかだいぶ音鳴ったけど大丈夫今の。そういえば門の鍵はお父様と一部の使用人しか持っていないのでしたわね。じゃあ別の
ところから外に出る必要が。門を通らずに、まあ、とりあえず裏回ってみるとか、そんな感じじゃないかな。ちょっとびっくりした、ちょっとびっくりしました。なるほどなるほど、あの手この手で来るというわけですね。この木箱をうまく並べれば足場にして塀の上まで登れそうですわね。早速試してみましょう。試そう試そう。これは何？あー、なんか間違えた時用なんだね。なるほどなるほど。これはこっち動かせるんならよかった。こっちの木箱を先に動かすと間違えてたね。先に確かめておいてよかった。よし、これならどうにか上まで。だいぶ物音を立ててしまいましたし、さっさと行ってしまいましょう。行きましょう行きましょう。バローズ師匠、こんな真夜中に呼び出すなんて、やはり真っ当なお話ではないですわよね。でもそれでもまだ何かチャンスがあるのなら、私は一番であり続けなければなりませんのよ。一番に囚われてしまってるなぁ。ノーミスボーナス。おお、多分、リセットとかやると、このノーミスボーナスってやつが、もらえないってことですよね。よかったね。しかし何に使えるんでしょうか？楽しみですね、使うときが。ハイビル、屋上ですね。誰かがいますね。女性？だよね。来ましたね、ノエル様。あなたなら来ると確信していました。なんか、秘書的な方かな。え？